ダルビッシュ有が WBC 期間中の食事会でぼったくられていた事実を告白、お会計が400万。サンディエゴパドレスのダルビッシュ有が12月19日に公式 X を更新。3月に行われたワールドベースボールクラシックの期間中、侍ジャパンのメンバーと共に開いた食事会でぼったくられていた事実を明かした。月曜日にフジテレビ系で放映されたジャンクスポーツ2時間スペシャルに WBC 日本代表でコーチを務めた白井一行氏が出演。当時を振り返って、ダルビッシュ投手は若い選手にどんどん声をかけて、チームに垣根をなくすという意味ではすごい役割を果たしていたと絶賛した。そして米国ラウンドの準決勝メキシコ戦を前にした決起集会に言及。ダルビッシュ投手の食事会、選手のみ全員招待ですから、飲めや歌いやですごい勢いだったらしいですよと話し、それでお会計が400万と明かしてスタジオをどよめかせた。この様子を紹介した記事がネット上で公開されると、ダルビッシュが X でリポスト、苦笑いの絵文字を添えて、マイアミでの食事会はステーキレストランで味は最高だったのですが、簡単に言うとぼったくられてとんでもない額になりましたと告白したのである。さらにフォロワーのコメントに呼応する形で、しっかりとしたレストランだったんですが、どさくさに紛れてとんでもない額のワインを勝手に開けようとしていたり、やり方が本当に汚かったですと訴え、マイアミではよくあると言われましたと綴っている。ダルビッシュ自身は当時、決起集会の様子を集合写真とともに X 上で公開したが、その際にもハッシュタグをつけて、会計ヤバすぎたと語っていた。一体その総額はいくらだったのだろうか。それなりの店ならぼったくりなんかしないと思うよ。本当にそれだけ使ったんだろう。ワイン開けるの怖いよな。高いワインが紛れ込んでたのか。これもぼったくりになるのか。ダルだと1000万支払いなら一般人の10万支払いレベル。大谷がいないんだけどハブられてる。真ん中に通訳がいるな。ご視聴ありがとうございました。